私にとってこの台本は少し疲れてしまった時とか逃げ出したくなってしまった時のためのお守りみたいな存在です。周りにとらわれずに自分の道に進むです。この作品は人のぬくもりが感じられる作品です。人と人との心の距離が離れていっている今だからこそ友達の温かさ、温かい気持ちを伝えていきたいと思います。悩みがあっても一緒に乗り越えられる友達の大切さを伝えたいです。面白いところもあって悲しいところもあります。みんな見てね。Bye-bye.